天空審判は、三浦つい大場隆弘による日本の漫画、DNA の漫画アプリ、漫画ボックスにて2014年1号から2019年18号まで連載された。単行本は、講談社より刊行されている。2019年7月28日からは、講談社のウェブコミック配信サイト、マガジンポケットにて、新シリーズ。 天空審判アライブが2021年4月25日まで連載された。高層ビル群を舞台に主人公の本城有利やその仲間たちと仮面たちとの戦いが繰り広げられるサスペンス作品。女子高校生の本城有利は突然学校から高層ビルへ飛ばされてしまい、そこで仮面を被った者による殺人を目の当たりにする。他にも 周りの者は次々に仮面に殺されるか自殺を図っていた。ユーリもその同様から兄のリビに連絡を取るが自分もその場所に飛ばされていることとこの世界は現実であって地上には降りられずビルの上層階を接続する吊り橋でのみ移動できると伝えられる。はじめこそおじけづいていたユーリはリビと合流することを目標に行動し始めるのだった。のはウェブアニメ版の声優。 2021年2月25日より、ネットフリックスにて全世界独占配信、天空審判アライブに関するカテゴリー、ありがとうございます。